皆さん、こんにちは。芸能界は華やかなイメージと輝くスターたちで満ちていますが、その光り輝く表面の裏にはしばしば知られざる苦悩が存在します。中でもギャンブル依存症に陥った数々の有名人のエピソードは、彼らの生き様や心の戦いを映し出す鏡のようです。今回はギャンブルにのめり込んだことで知られる芸能人たちについてご紹介していきたいと思います。萩原流さんは日本の演劇界で特別な地位を築いた俳優でした。彼は多くの映画やドラマに出演し、独特の存在感と卓越した演技力で広く知られていました。彼のキャリアは多岐にわたり、エンターテインメント業界に対して計り知れない貢献をしました。彼の演技は、彼の出演する作品ごとに異なるキャラクターの深みと複雑さを引き出し、観客を魅了し続けました。しかし、萩原流さんの私生活ではギャンブル依存症に苦しんでいたことも知られています。特に麻雀を好み、テレビ番組割れ目でポンに出演し、その中で優勝を果たすなど、その技術と情熱を示していました。彼のギャンブルへの傾倒は、多くの人々にとって彼の人間的な側面を示すものでした。彼の生涯は交通事故によって悲劇的に終わりました。事故当時、彼はうつ病を患っていたとされ、これが事故の原因にも影響していた可能性があります。萩原流さんの突然の死は、彼の家族、友人、ファン、そして芸能界全体に深い悲しみをもたらしました。彼の奥様が記者会見で見せた悲痛な姿は、多くの人々の記憶に残っています。萩原流さんは演技派の俳優であり、ダンスも得意とするなど多彩な才能を持っていました。彼の早すぎる死は日本の芸能界にとって計り知れない損失であり、彼の残した作品はこれからも多くの人々に影響を与え続けるでしょう。和田アキ子さんは日本の歌手や司会者として広く知られていますが、彼女はギャンブル愛好家としても有名です。特に公営ギャンブルの多様な形態に興味を持っており、競艇、競馬、パチンコなどにたしなんでいることが知られています。競艇については和田アキ子さんがその CM に出演していたことや、江戸川競艇場との関連が深いことから、彼女が競艇好きであるとの噂が広まっています。江戸川競艇場には真っ白というヤギ型のロボットが存在し、これは和田アキ子さんが名前を付けたものです。真っ白は外れた投票券を食べるというユニークな機能を持ち、その愛らしい姿が人気を集めています。真っ白の名前はその白い毛から来ているようです。しかし和田アキ子さん自身は競艇にはあまり行かないと述べており、ギャンブル愛好家というイメージはあくまで噂に基づくものかもしれません。彼女の公営ギャンブルに対する興味は幅広いものの、競艇への特別な情熱は示していないようです。藤圭子は日本の歌謡界を代表する歌手であり、特に京都の恋などのヒット曲で知られています。彼女の深みのある声と情感豊かな歌い方は多くの人々に愛されました。しかし彼女の人生は華やかな舞台の裏で様々な困難に満ちていました。特に注目されるのは彼女のギャンブル依存症に関するエピソードです。藤圭子さんはカジノに深く魅了されており、世界各地の賭場を訪れていました。パリ、モナコ、アムステルダム、ゴールドコースト、バハマなど世界の有名なカジノで遊び、その期間に約5億円もの大金を使ったとされています。これは彼女の華やかな公のイメージとは対照的な私生活の一面を示しています。彼女のこのようなギャンブルへの傾倒は彼女の個性や生き様を反映しているとも言えます。公の舞台で見せる堂々とした姿とは異なり、私生活では常に何かを求め刺激を追い求める彼女の姿が垣間見えます。藤圭子の人生は彼女の歌声と同じく深く複雑で、多くの人々に感動を与えるものでした。その一方でギャンブルによる苦悩や葛藤も彼女の人生の一部であり、彼女の多面的な人格を物語っています。太田光代さんは夫である太田光さんと共に日本のエンターテインメント業界で著名な存在です。彼女は特にパチンコが好きで、爆笑問題が一時的に露出が少なかった時期には彼女のパチンコでの収入が2人の生計を支えていたとされています。また
彼女がギャンブルで稼いだお金によって事務所タイタンを設立し、現在は成功を収めているとの情報もあります。しかし太田光代さんがギャンブル依存症であるという明確な証拠は見つかりませんでした。彼女は自己管理が可能でギャンブル依存症に陥っているとは考えにくいとの指摘もあります。太田光代さんのギャンブルに対する態度は趣味やレジャーとして楽しんでいる範囲内であると考えられます。太田光代さんはテレビ朝日の番組明石家さんまのコンプレックスファイに出演し、3年間で約1200万円が盗まれ続けたという被害を告白しました。この事件は彼女が普段クレジットカードを使用していたため現金の減りに気づかず後に犯人を特定したものです。このエピソードからは太田光代さんがギャンブル依存症であるというよりも他の問題に直面していたことがうかがえます。総じて太田光代さんはギャンブルを楽しむ一面があるものの依存症であるという確固たる証拠は見つかっていません。彼女はビジネスと個人生活の両面で成功を収めている強くて賢明な女性として知られています。中森明菜。中森明菜さんは1980年代の日本で大人気を博したアイドル歌手です。彼女のキャリアはその独特な歌声と感情豊かなパフォーマンスで知られ、数々のヒット曲を生み出しました。特に少女 A やセカンドラブなどの曲は今でも広く愛されています。しかし彼女のキャリアは順風満帆なものではありませんでした。一時期公の目から遠ざかった彼女にはギャンブル依存症の噂がありました。報道によれば彼女はアメリカのラスベガスでのカジノ訪問にのめり込んでいたとされ、日本に滞在している間には酒やタバコ、パチンコなどのギャンブルに興じていたとも伝えられています。このような私生活のエピソードは彼女の公のイメージとは異なる一面を示しており、彼女の多面的な人格を物語っています。歌手としての中森明菜はその才能とカリスマで多くの人々を魅了した一方で、私生活では苦悩と戦いながらも自らの道を切り開いてきた強さを持つ人物としても知られています。見栄晴れ。見栄晴れのギャンブル依存症に関するエピソードは彼の若年期から現在に至るまでの深刻な問題だったそうです。17歳の時、見栄晴れは競馬のコインゲームに興じ、結果的に300万円の借金を抱えることになりました。この時点で彼のギャンブルへの傾倒は明らかでしたが、彼の母親が借金を返済し一時的な解決がなされました。しかし20歳になると彼のギャンブル依存はさらに深刻化しました。本物の競馬に深くはまり込み500万円の借金を新たに抱えることになります。皮肉なことに彼が一度借金を完済したことで信用枠が広がり、さらなる借金をすることが可能になったのです。見栄晴れは競馬場に暇さえあれば通うようになり、勝ったお金はすべて次の軍資金として投じられました。彼のギャンブル依存症の深刻さはギャンブル依存症を推定する SOGS テストによっても明らかになりました。このテストで彼は14点を記録し、ギャンブル依存症の疑いがあると判定されました。彼がギャンブルを始めたのはわずか8歳の時で、1日にかけた最高額は50万円にも上りました。さらに家計、配偶者、銀行、ローン会社、信用組合、クレジットカード、サラ金や闇金融から借金をしていたことが明らかになりました。現在見栄晴れは貯金がなく、子供が中学生になることによる将来の不安を抱えています。しかし彼はこの苦境を前向きに捉え、この経験があるから競馬番組の仕事がいただけると語っています。徳光和夫。競馬。徳光さんは最近の告白からギャンブル依存症の疑う声が多く上がっています。なんと競馬のために定期預金を3回も解約し、生命保険の解約にも着手しているとのこと。これだけでなく55年連れ添った妻が認知症になったことも明かしています。彼は私が稼いだ金だから勝手に使ったって構わないという考えを持っているようです。さらに徳光さんのギャンブルへの傾倒はコロナ禍で時間ができたことやオンラインで馬券購入方法を学んだことから加速、地方競馬への熱中も強まっています。驚くべきは彼のギャンブルでの損失額。2015年のテレビ番組で競艇で約6億円、息子さんによると競艇と競馬を合わせて12億から13億円の負けがあると暴露されています。
彼の著書には競艇場を転戦して3日で900万円を使い切った話も紹介されているんです。心理カウンセラーによると、徳光さんのギャンブルへののめり込みは妻の認知症とも関連があるかもしれません。彼は妻を悲しませたくないという心理と競馬をしたいという欲求の間で揺れ動いているようです。ギャンブルに関する徳光さんの執着は長年にわたって知られていますが、最近の発言や行動は彼が依存症である可能性を強く示唆しています。阿部寛、日本の人気俳優。阿部寛さんは若い頃にギャンブル依存症であったことが知られています。特に彼は若い頃にパチンコに深くハマっていたとされ、3年間パチンコで生計を立てていたことがあると言われています。この期間中、彼は数億円もの借金を抱えており、1日で最大25万円を失ったこともあったそうです。しかし彼はこの困難な状況を乗り越え、2007年には借金を完全に返済しました。借金を抱え始めてからの返済まで約20年の月日がかかりました。阿部さんの苦悩はパチプロとして生活していた時期と関連しています。俳優としてなかなか活躍できず、借金を抱えてしまった結果、パチンコで生計を立てることになりました。彼が抱えた借金の原因は、知人の紹介でマンション投資に手を出し、バブル崩壊とともに数億円の借金を背負ってしまったことにあります。彼はこの困窮した時期にパチンコで生計を立てていたのです。現在、阿部寛さんはドラゴン桜などの人気作品に出演するなど、俳優として第一線で活躍しています。彼の過去と現在の成功は、彼の強さと回復力を物語っています。借金を背負い生活に苦しんだ日々から人気俳優へと再びのし上がった彼の物語は、多くの人々に影響を与えています。浜田光一、自由民主党の政治家として活動していた浜田光一さんはギャンブル依存症の可能性があるとされています。特に有名なエピソードは、1973年にラスベガスのカジノでバカラに熱中し、一晩で4億6000万円を失ったことです。この大敗は1980年になって発覚し、国会議員でありながらこれほどの金額を一晩で失うというのは非常に異例の事態でした。彼のこの行動は、次こそはという深追いの結果、巨額の借金につながったと考えられています。浜田さんがバカラで大敗したという話はその後も広く語られるようになりましたが、彼自身は後に発表した自著でこの出来事について異なる説明をしています。彼の記述によれば、カジノでの大敗はあくまで噂に過ぎず、真実は異なるとされています。しかし当時の報道や後世の語り草として残るこのエピソードは、浜田光一さんの人物像において重要な一面を示しています。政治家としての彼の活動は、このような私生活のエピソードによって一層複雑な印象を与えるものとなりました。ギャンブルに対する彼の姿勢や、その結果としての巨額の損失は、公人としての行動や判断についての議論を呼ぶことにもなりました。坂上忍さんは日本のタレント業界で長年にわたり活躍している人物です。彼にはギャンブル依存症、特に競艇、ボートレースへの深い興味と関与があると言われています。坂上さんのギャンブルに関するエピソードは、彼が20年近く毎年大晦日に全財産を競艇に注ぎ込んでいたことによって特徴付けられます。これは彼のギャンブルに対する情熱とリスクを冒す姿勢を示しています。特に衝撃的なのは、彼が1日で約6000万円の大損失を経験し、今までに累計で3億円以上の損失をかぶったと公言している点です。このような大金の損失は、彼のギャンブルに対する深い執着を反映していると言えるでしょう。坂上忍さんはギャンブルをやめられない理由として、震えたいというスリルを求める心理を明かしています。このスリルと興奮が彼にとってのギャンブルの魅力であることがうかがえます。また彼はアルコール依存症の噂もあり、その破天荒な生き方が注目されています。彼の生活や行動は多くの人々に興味を引く要素を持っています。しかし坂上忍さんはその一方で動物の保護センターを運営しており、そこに資材を投じるなど社会貢献にも力を入れています。彼のこのような面倒見の良さと社会への貢献は、ギャンブルやアルコールへの傾倒とは別の側面を示しています。それでも彼は
年末には残ったお金を競艇に使うという習慣を続けているとされています。この習慣は彼の生活の一部となっており、坂上忍さんの個性的なキャラクターを形作っています。彼の人生は多方面にわたる活動と強い情熱によって彩られており、多くの人々に影響を与え続けています。恵比寿義和、競艇、漫画家でタレントの恵比寿義和さん。19日未明放送の日本テレビ系中井の窓、水曜深夜0時9分に出演。その中でこれまでギャンブルで総額1億円以上負けていることを明らかにしました。恵比寿さんは1988年11月に東京新宿区の歌舞伎町で麻雀賭博をしており、現行犯で捕まった過去があり、ギャンブル愛好歴は47年だそうです。ギャンブルに関しては1年で1回も勝ったことがない、月に30万円は負けているとしてと告白。そのほとんどが競艇だったそうです。吸った総額は1億円以上になるといいます。それでも借金は1銭もないんですと胸を張った恵比寿さん。とにかく競艇は面白い、行けば絶対にはまりますと心配する共演者たちを勧誘するなど懲りる様子はありませんでした。また恵比寿さんは競艇で昼子会という有名な賭け方を考案しています。1256の3連単ボックス24点、235の3連単ボックス6通り、246の3連単ボックス6通り以上36点の買い目を購入することを昼子会と言います。競艇ボートレースは全部で6艇のため、全買い目は120点、そのうち36点を購入するということで確率が約1:4となるのです。良い考えのように思えますが、結構リスキーですね。恵比寿義和が昼子会を考えた経緯として以下のようにコメントしています。点数を少なくしたがために当たりを逃したら、それこそ負けてしまうじゃないかと。船券は当てることが大事、たとえ赤字だろうと儲けが少なかろうと当てることが大事なのだ。それにより赤字になったって全く当たらない少数の船券会よりは減る金額は少なくて済むのだから、と語っています。恵比寿会を考案した本人でさえ1億円以上競艇ボートレースで負けているということだったので、確実に勝てる方法ではなさそうですね。いかがだったでしょうか。今回はギャンブルにのめり込んだことで知られる芸能人たちについてご紹介していきました。最後まで動画をご視聴いただきありがとうございました。コメントを残してくれると嬉しいです。チャンネル登録高評価もぜひお願いいたします。それではまた。